宮城県南三陸町、豊かな水産資源に恵まれた漁業が盛んな町です。かつてこの町では木造の手漕ぎ船で漁が行われていました。2015年、町の文化財かっこ船と呼ばれる船の修復作業が始まりました。損傷が激しいかっこ船を修復するのは、南三陸町で造船業を営む千葉勝治さん。で、私が、大和造船の名前付けで初代だな。私中学終わってからすぐ弟子入りしたからね、その時はね、北洋船最盛期で70トン型の船、そうだね、2杯ぐらい並べてやってた。今息子が後を継いで社長になったけんともね、俺はもう引退だ若い頃、和船を作っていた勝治さんは、今回の修復は難しい仕事だと語ります。やってないってことはね、親父も俺大工、船大工でやったから、かっこ船作ったって話は親父から聞いてね。だから親父やってるその以前の話だ。ざっと逆算すると100年ぐらい前の話だ。かっこ船はね、和船の一代前の型の船なんだよな。半分丸木船みたいな感じ。これをっていうのは磯漁。海岸で、だから今言うとおり、アワビ取ったり、ウニ取ったり、ワカメ買ったり、昆布取ったり、そういう時使う船。特徴っていうのはね、板が厚いってこと。で、磯の量だから、岩場の量だ。波でドーンと岩手乗せられない時があるわけよ。そんで壊れねえってこと。えらくその効率悪い、作れば悪いの効率が悪い。なぜかというと、山で木を倒して小引きさんが山で板に引いて、半分板に引いて、あの大工さんがこの削り出すのよ。なかなか面倒な仕事。効率が悪い、金もかかる、時間もかかる。それでだんだん伝ってきたんだな。使っては使いやすいんだよ。使っては使いやすい。修復の依頼があった時は少し戸惑いがあったようです。ちょっと面倒くさい仕事だなと思った。物見たやら、あら、これ大変だなと思った。だけども自分の中では、ああこうやればああなる、こうなればああなるって、完成は頭にあんのよ。だから手かけたのよ。完成は頭になかったらできないでしょ。どうなんだか分かんねえって、誰手つけれて難しい修復ですが、勝治さんは頭の中に図面を描き、かっこ船の修復を始めました。かっこ船は特徴的な材を使います。根曲がりの木、あの山さ、こういうふうにこう終わった木、それを見つけてくるわけだ。この根曲がりっていうのはめったにない。山さ行ってみると分かるよ。杉山さ行ったら曲がった木なんか一本もない。探すのよ。どこにあるかっていうと、この崖っぷちの傾斜地にあるのよ。主にそこにあるの。まったらのとこなんか、この曲がったのこう、はっ、おがるわけないでしょ。黙ってスーッとおがるよ。この地形のこの崖っぷちのとこだと、やっとやってそこにあるのよ。だから大変なのよ。この日は地元の小学生にかっこ船を公開しました。それで大きい、うちは俺造船所だから大きいように作ってやる。こういう小さい船はあまり作らなかったんです。だけども時々注文があった時、親父にやれややれやって、覚えるためにね、やらせてもらって、おかげで今でもできるんです。だから
やったのがね、そうだね、50年ぐらい前まではやった、それ以降やってないんですよ。それでも昔やったことはちゃんと体が覚えてるんですね。今でもちゃんとできます。かっこ舟の修復にはたくさんの道具を使います。これが長螺、それからカス貝だな、カス貝、カス貝、これは板と板をピタッとこう寄せるやつ、コアカス貝っていうこれが特徴だな、船大工さんの特徴。これがまあ、先寄りって先にやるやつ、これ片唾って言って、先に穴開けたら今釘打つ時これでこう穴を探ってやるわけだ。下の板と上の板の穴をこう案内してやるわけだ。そうすると釘がうまく合うわけだ。なかなか穴と穴がピタッと合わないのよ。これは縫い釘、まあ俺は落とし釘、落とし釘って言ったんだけども、それから貝折り釘、それから通り釘っていうのがあるのよ。これがこの貝折り釘、貝折り、貝折りって言うんだけどもね、要は釘、頭がちょっとこうでっかいのよ。これはどこで使うかっていうと、板の方向じゃなくてこう反対に板を切るような、こういうふうな使い方するわけだ。この板に対してこう使うわけだ。にこれを使うのさ。でこれはこの通り釘っていうのは、ちょっと頭がでっかいっちゃ、こう横にこう広くなってる。これはこれ板と板をこうくっつけるとき、こっからこういうふうにこう止めてやる釘だ。修復現場の一般公開の日、熱心に作業する勝治さんの姿がありました。この船も一生懸命こうやって稼いできた、それをなんとか後世さん残したいなと思って、そのまんまの状態で残したいなと思って、この人の履歴この船の履歴をね、ちゃんと残したいなと思って。